森美と美彦の熱帯は永遠をテーマにした傑作です。架空の作中作、熱帯が中心にある小説で、この本の謎を読者は追っていくことになります。今回は2018年に検討いただいたプルーフ版に基づいて紹介しています。内容が内容だけに考慮前に細かく変わっているかもしれず、その点はご注意ください。このチャンネルではコンテンツ探偵メタが2020年前後の新しい個展を取り上げています。一般的な YouTube チャンネルでは、 作品を見ればわかることを紹介する考察動画になっていますが、当チャンネルは作品以上の内容を読み解くものになっています。チャンネル登録、高評価は動画更新のモチベーションになりますのでよろしくお願いいたします。なぜ、作中作の熱帯を追うことが永遠につながるかというと、この物語の得意な形式に理由があります。まず、あらすじとともにこれを紹介します。